はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。日曜日の昼に、ちょっと待ってください。一瞬、なんか例によって。はい、日曜の昼に、まあ、なりました。ですが、今日、翻訳、全国、長いんですけど、全国翻訳ミステリー読書会 YouTube ライブ第10弾。夏の出版社一押し祭り、というのを、まあ、やっております。今日の進行役ということで、お話しさせていただきます。全国読書会フードファイターの越前俊哉です。南東京読書会というところの世話人もやっております。翻訳というのも時々やったりしております。で、まず、今日は、そうですね、まずずらっと並んで、今までの、YouTube ライブ、大体、読書会のメンバーでやるときは6、7人なんですけども、まあ、今日は14人ですか、13人ですか、という形で、喋っていただく、最大の、過去最大の人数ですが、各社の、海外ミステリー担当の編集者の方に、一押し本ですね。夏を、秋の一押し本を紹介していただくということで、お招きいたしました。それと、あとは、まあ、読書会メンバーが数人入ってます。まず、お名前だけですけども、順番に、あいうえ順に紹介しておきますので、まあ、お名前となんか一言だけ、お願いいたします。まず、角川の、郡司さん。角川で翻訳を担当しております、郡司珠子と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では、集英社クリエイティブ、内田さん。集英社クリエイティブ翻訳編集部の内田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、小学館の皆川さんは、今日は動画での参加なんでいらっしゃっていません。後で動画をご紹介します。続いて、新潮社の竹内さん。音切れちゃってます。ミュートになってます。はい、失礼しました。新潮社、新潮文庫の、海外オリジナル、その他、いろいろ選手やら単行本とかも、15年ぶりに戻ってやっております。竹内と申します。今日はいろいろお時間割いていただいてありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。東京創原社、佐々木さん。東京創原社編集部の須崎です。今日は弊社マスコットキャラクターのクラリと一緒が応援に来てくれているので一緒に頑張ります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。マスコットといえばですね、まあ、お披露目というか、大々的にお披露目で、ハーパーコリンズジャパンだけは、人間じゃない方がいらっしゃってます。トランちゃんですね。はい。トランちゃん、ちょっと自己紹介お願いします。ハーパーコリンズジャパン、ハーパーブックスのトランです。ちょっとシュールな逸話で申し訳ないんですけども、一人でも多くの方、トランを覚えていってください。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。では、早川書房、井戸本さん、お願いします。はい、早川書房で編集をしております、井戸本と申します。本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは、奏者、富田さん。はい、扶桑社の富田です。先ほど新潮社の竹内さんが15年ぶりに編集部に戻ってきたという話がありましたけども、私も12、3年ぶりに戻ってきて、なんとかまあ1年ぐらい経って、ようやく本が出せる本ができてきたかなというところです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本当そうなんですよね。最近、その懐かしい方が戻ってきてくださって、本当に嬉しいなと思ってます。では、二見書房の山本さん。はい、二見書房で翻訳小説の編集担当しております山本と申します。そんなにミステリーたくさん出してるわけではないのに、読んでいただけてとても嬉しいです。今日よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。では、最後ですね、文藝春秋、長島さん。文藝春秋の長島と申します。もうかれこれおよそ四半世紀近く翻訳ミステリーの編集をやらせていただいております。主にスティーブン・キングとか、ジェフリー・ディーバーとか担当して、翻訳ミステリーファンの皆さんには大変お世話になっております。今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。以上、10社の皆さんに今日はお話ししていただいて、あとは、まあ、茶々入れ係とか、まあ、脇で、側面支援みたいな形で数人、
読書会の世話人の方にも参加していただくので、ちょっと紹介しますね。小林さん、西東京、お願いします。西東京読書会の小林です。今日はタンバリン係なので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。タンバリン係というのは後ほど説明します。はい。では、加藤さんですね。名古屋の加藤さん。はい、名古屋読書会の加藤です。よろしくお願いします。冷やし中華にはマヨネーズをかける派です。よろしくお願いします。何？冷やし中華に何？マヨネーズ。マヨネーズなんですか？はい、わかりました。はい、ないないない。はい、では札幌読書会の畠山さん。はい、札幌読書会の畠山です。よろしくお願いします。バックはジンギスカンとビールです。今日の献立に迷ってる方は肉焼きましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。その他裏方というかね、お手伝いで画面共有、いろいろ裏で手伝ってくれてる。まあ最近僕があの裏の黒幕に回ることが多かったんですけども、今日は南東京読書会の広瀬あさみさんに、裏のスタッフをやっていただいてます。もらってます。それから、トランちゃん見えてないのかな？その、YouTube では見えてないんですね。ちょっとどうすればいいか一瞬今のところわからないんですけど、どうすればいいかちょっと考えておきますね。喋ることはできるって声は伝わってると思うんで、それから画面共有とかもできると思うんで、プレゼンはできますので、まあ、いざとなったらトランちゃんの声だけをお楽しみくださいということですね。ということでお願いします。で、今日はどういうことをやるかというと、翻訳ミステリー大賞シンジケートで今以前から出版社対抗おすすめ本バトルっていうのが、まあ、オンラインになる前に時々あったんですけど、まあ、簡単に言うと3分とかで各社の、これから出る作品ですね、一押しの本というのを、まあ、プレゼンテーションして、で5社とか6社とかで、それぞれがプレゼンテーションをした後で投票によってですね、当時だと100人ぐらいの人たちで投票で順位を決めてチャンプを決めるなんていうことをやってた時期があるんですけど、まあ、今日はまあそこまでハードなことはやらないで各社の方に、思う存分紹介していただくということです。で時間としては4分間、なんですけど、まあ聞きがなくなるんで一応ある程度合図はさせていただきます。で3分30秒経ったあたりで、まあ、スタッフの小林さんがちょっとやってみてください。軽くまあ、ね、それで聞こえないかも。もうちょっと低い、もうちょっとあとぐらいね。はい、で、はい、3分30秒でそのぐらい で4分あたりになったらもうちょっと大きめでちょっとやってみて。聞こえないよ音全然。聞こえないか、もしかしてこれ私これじゃない方がいいのかもですね。あ、いや、これじゃないですか。マイクで。あ、そうかそうか。そうまあでもちょっと待ってください。ですか。あ、その方が聞こえるかもしれない。ああ、じゃあその間はそれイヤホン外しててもらった方がいいかもしれない、ね。はい。はい、でそれでもなんか4分30秒ぐらいまで行ってもまだやめない人がいたら、今度は小林さんと僕の方でこれが出てくることになります。で、まあ、今度はこう2つ出てくるとか、これ恥ずかしいんだけども、わざわざこれのためにドンキで買ってきたんですよ。この蝶ネクタイと一緒にですね、で色合ってますでしょ。背景はこれね、加藤さんが作ってくれたんだけども、なんかこう過激だということでボツになっちゃった画像ですけどね、せっかくもったいないんで今日使うことにさせていただきました。というふうに、まあちょっと起きてない人が書いてありますけど、まあ実際には今日は戦うわけではなくて、各社で紹介していただいて、思う存分楽しい、皆さんの方でも楽しんでください。で、チャットとかですね、参加者の方はですね、チャットを YouTube のチャットに自由に書き込んで、もらってもいいし、早速田口俊樹さんが書き込んでくれたりしてるんですけれども、であるとか、あるいはTwitter のハッシュタグですね、出版社一押しカタカナですけど、まあ、それを使ってお楽しみください、ということです。それから、今日の参加者 の参加してくださっている編集者の皆さんには最後に、まあ、時間が余りましたら
他の作品、他社の作品で、これ面白そうだなと思ったとかいうのを、まあね、せっかくですから言ってもらってもいいかななんていうふうに思ったりしています。それと、事前に、その出版社一押しのハッシュタグで、いくつか質問は集めたんですけど、まあ、どのぐらい紹介できるかわかりませんけど、一部を、やはり編集者の方々に答えていただくことになるかと思います。あと最後に一つ予告しておきますと、まあ、今日は皆さんが全力で、紹介してくださった作品というね、これから今月とか来月とかね、すでに出てるのもありますけれども、7月、8月、9月あたりの新刊がほとんどです。ですからそれを、せっかくですから、これ読書会、全国読書会の催しなんで、各地の読書会で、この後課題書として取り上げていくっていう動きも今いくつかあります。まあ、僕の南東京読書会でも必ずやることになってますし、あと、まあ、今日来てくださってるとこ、大体西東京、札幌あたりも、まあ、ほぼやることに内定している状態ですので、まあ、皆さん、そう、なんていうか、気合を入れて、熱烈に紹介していただきたいと思います。挨拶はこんなところで、それでは本番に、入りましょう。それでは、あいうえ順ということでね、最初に5社ですね、10社のうち5社続けて、プレゼンをお願いします。まず、あいうえ順だと、かが最初で、角川からなんですけれどもね、郡司さん、準備はよろしいでしょうか。いいですか。はい。それでは、いいなと思ったら、始めてください。はい。では、ちょっと画面を共有させていただきます。はい、よし、ちょっと私のこちらが映ってしまいますね。すみません、これを消せないかな、うん、あとどれを消したいですか。今この、すみません、この、皆さんのお顔が映ってしまっていないでしょうか、画面上に。あ、ね、ちょっと待って、YouTube の方がどうなってんの？大丈夫ですか？ YouTube の方で、はい、多分、大変失礼しました。大丈夫です。はい。慣れなくて。タイマースタートします。はい。では、こんにちは。角川の郡司たま子です。弊社からは、スウェーデン推理作家アカデミー最優秀長編賞、スカンジナビア推理作家協会ガラスの鍵賞ダブル受賞作の北欧ミステリーをご紹介いたします。8月末に刊行される、忘れたとは言わせない、トーベアルステルダール、染田谷茂役です。印象的なタイトルですが、ガラスの鍵賞受賞理由にはこうあります。悲劇的で、人を虜にし、忌々しいほどよくできた作品だ。書評家のスリエ・マッコイさんは、文句なしの出世作である、と本作を推薦してくださっています。トーベアルステルダールは60年、スウェーデン生まれ。ベストセラー作家リザ・マークルンドの編集者を務めた後、2009年に海岸の女たちでデビューしました。この作品は草原推理文庫から刊行されています。今回の舞台は、スウェーデン北東部の沿岸地帯、オンデルマンランド。役者の、染田谷茂さんは後書きでこの地方を息を呑むほどの美しさと、自然の告白さを合わせ持つ場所と書いています。その集落の一つに23年ぶりに帰ってきた男ウーロフ。ウーロフが14歳の時、16歳の少女が一人忽然と集落から姿を消しました。最後に少女と一緒にいるところを見られたウーロフは警察の厳しい尋問を受けて殺害を自白。しかし遺体は見つからず、容疑者が未成年であったために捜査は詳細を公表されることなく終結し、ウーロフはふるさとを追われました。そのウーロフが23年ぶりにふるさとの自宅に立ち寄ったとき、そこに待っていたのは浴室で無残に惨殺された実の父親の遺体でした。事件の捜査に当たるのは警察官補のエーラ。32歳のエーラはウーロフと同郷ですが、家庭にさまざまな問題を抱えており、そのことが事件にも影を投げかけます。ストックホルムで経験を積み、ふるさとに戻って勤務しているエーラは、集落の聞き込みを続けるうち、過去に別の事件があったことを嗅ぎ当てます。それは非常に陰惨な事件で、しかも少女失踪を彷彿とさせる性犯罪でした。過去の犯罪の関係者は集落にいるのでしょうか。
ウーロフの周辺には亡霊のように事件の声が響き渡ります。ゲラを先読みした読者からも染田屋さんの役なら期待が大との声をいただきましたが、この声の緊張感が本作の読みどころでもあります。結末や犯人や真実だけに向かうものではなく、読んだ人に問いを投げかける作品です。今回の作品には作家の井岡俊さんもコメントを寄せてくださいました。人間の罪が消えずに残ることの意味について考えさせられる作品。悩みの多い女性警官補 A らが心を託せる主人公に成長すると釣江さんも書いてらっしゃいます。一読して白黒つけられない、読後に深く考えさせられる作品ですけれども、謎解きとともに人間ドラマをじっくりと味わえる深みのある作品ですので、ぜひご一読いただきたいと思います。 さて、こちらが、8月に刊行される、忘れたとは言わせないですけれども、9月に、私どもから、また別の、新刊の案内がございます。劉慈欣の流浪地球と老身介護、こちらは、中国の、SF 作家、三体の、作者の、劉慈欣の短編集となります。こちらもぜひ、お楽しみいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。4分以内にしっかり収まっています。はい、表紙がとても素敵ですだとか、美しい風景に陰惨な事件、北欧ミステリーの王道ですねですとかね、あと田口俊樹さん、染田屋じいさんまだ頑張ってるのか、あ、人のことは言えないけどって同い年だろっていうのにはい、だそうです。はい、ありがとうございました。こんな感じでね、10社続けて皆さん楽しんでみてください。それでは2番手で、集英社クリエイティブの内田さん、よろしくお願いします。これ共有されてますでしょうか。大丈夫です。大丈夫だと思います。はい、はい、ありがとうございます。集英社クリエイティブの内田です。本日はよろしくお願いします。今回の夏の出版社一押し祭りですが、弊社からはカルロス・ルイス・サホン精霊たちの迷宮という作品をご紹介させていただきます。こちらのカルロス・ルイス・サホン精霊たちの迷宮ですが、待ちに待った作品という人も多いんじゃないでしょうか。こちらの作品はですね、2006年に発売されました、世界的なベストセラー小説風の影という作品のシリーズの最終巻になっています。こちらは忘れられた本の墓場というシリーズの作品になっていまして、作品のちょっと説明の前に、このシリーズどういう世界観なのかっていうのをちょっと皆さんにご説明させていただければというふうに思っています。で、この忘れられた本の墓場という場所が必ず作品に出てくるような形の話になっているんですけれども、まあ一作目のこの風の影というの、舞台はスペインのバルセロナになっておりまして、一人の少年、まあ幼い少年ダニエルという男の子が朝、父親に連れられて訪れたのが、世界の数々の本が人知れず保管されている場所、この忘れられた本の墓場というところなんですね。で、この一作目は、この少年ダニエルが、この墓場で出会った一冊の本をたどる、この作家をたどって、様々な冒険でしたりとか、恋愛でしたりとか、成長を遂げていくといった、まあ、青春小説でもあり、こう、ビブリオミステリーみたいな雰囲気があるような作品になっています。こちら全ての、作品の舞台が、このバルセロナ。まあ、ちょっと最終巻の今作は、マドリードも出てくるんですが、主にそのバルセロナの雰囲気をすごく堪能していただけるような、作品の仕上がりになっております。で、まあ、ちょっとシリーズが長く続いているものなんですけれども、この忘れられた本の墓場、一作目はこの少年ダニエルが成長して書店員になっていくような話になるんですけれども、最終的には書店員になるんですけれども、二作目は天使のゲームという作品になりまして、こちらは作家、が主人公の話になっています。で、3作目の天国の囚人という、こちらは1作目の風の影の
主人公ダニエルという少年の友達のフェルミンという、人が主人公になっている話になりまして、すべての作品でこう何かこうつながりがあるというか共通している場面部分があるような作りになっています。で、待ちに待った最終巻なんですけれども、こちら上下巻になります。精霊たちの迷宮。で、発売日は、8月19日金曜日になりますので、ぜひお手に取ってください。で、主人公、今回はずっと、ダニエルという少年で、書店員でしたり、作家だったんですけれども、今回の主人公は女性になりまして、女性捜査官のアリシアという、ちょっとファムファタル的な、なんでしょう、ちょっとゴシックっぽい雰囲気をまとった不思議な女性が、主演というか主人公になってきます。で、まあ、こちらの作品なんですけれども、まあ、話の始まりとしてはどうなるかというと、アリシアはこの捜査官なんですけれども、警察とはまた別に動いている、まあ、政府関係の捜査員になります。で、彼女が失踪した大臣を追いかけるという話になるんですけれども、この失踪した大臣というのが、その前作でも登場する、前作で監獄長をしていた人物、マウリシオ・バルスという人物になるんですね。前から読んでいた人は、あ、この人大臣になったんだ、などと、いろいろ面白く楽しめるところもあるんじゃないでしょうか。この人が失踪して、その失踪した屋敷に、ちょっと乗り込んでいったところで、一冊の呪われた本を発見してしまいます。で、その呪われた本に関わる人々を辿っていくと、様々な謎がこう浮かび上がってくるというような話になります。これまでの全シリーズで流れていた全ての伏線を鮮やかに回収して、最後の最後にこれが最終巻なんだと痺れるような一冊になっております。ぜひ皆さん読んでください。終わります。はい、どうもありがとうございます。はい、ちょっと今時間は計ってなかったのかな、ちょっとわかんないですけども。大丈夫です。はい、大丈夫？ちょっと4分過ぎましたけど、あ、私のタンバリン聞こえてますか？はい、はい、聞こえてました。聞こえてた。あ、じゃあいいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、やっぱり風の影が大好きだという人いっぱいいて、まあ、僕もそうなんですけどもね、サフォンようやくとか、ダニエル待ってたよとかね、そんなコメントがたくさんついてます。楽しみにしてますね。はい、ということです。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは次はですね、小学館の皆川さんから動画をいただいておりますので、こちらで共有します。ちょっとお待ちください。これ画面共有をそちらで切ってもらえますかね。こっちで切れるのかな？あ、切りましたね。はい、大丈夫です。そうですね。はい。今、共有画面見えてますかね。はい、見てます、はい。それでは。はい、じゃあ、ここからスタートです。こんにちは。あ、ごめんなさい。ちょっと待ってください。もう一回やり直し。音を。あ、大丈夫だね。もう一回いきますね。すみません。はい。皆川です。今日ご紹介。こんにちは、小学館の皆川です。今日ご紹介するのは、この9月10月に小学館文庫から連続刊行するスウェーデン初の歴史ミステリー3部作の2作目1794と3作目1795です。こちらは3年前に刊行して、つい先月文庫化した1793という小説の続編です。タイトルの年がそのまま作品舞台になっていて、当時君主制国家のスウェーデンがフランス革命の影響を受けていた時代で、この3部作も対ロシア戦争や国王暗殺事件が起きた後の政情が不安定なストックホルムが舞台、史実や実在の人物を土台にフィクションの作品。こんにちは、小学館の皆川です。あれ
今日ご紹介するのはこの9月10月に小学館文庫から連続刊行するスウェーデン発の歴史ミステリー3部作、の2作目1794と3作目、1795です。こちらは3年前に刊行して、つい先月文庫化した1793という小説の続編です。タイトルの年がそのまま作品舞台になっていて、当時君主制国家のスウェーデンがフランス革命の影響を受けていた時代で、この3部作も対ロシア戦争や国王暗殺事件が起きた後の政情が不安定なストックホルムが舞台、史実や実在の人物を土台に、フィクションの殺人事件を描いています。第1作の探偵役は戦場帰りの喧嘩上等な男カルデルと、重い計画にかかった頭脳明晰な法律家ビンゲの2人、1793年の春夏秋冬を4部構成で描いた小説です。続編1794-1795は探偵役の1人は変わりますが、前作と同じような4部構成でそれぞれの年の殺人事件を描きます。重厚なのにエンタメ度は一層増し、本当に意気読みしてしまうほどです。さらに9495は 2作で1作のような、上下巻のような、作りになっています。強烈なヴィランも1人登場します。ぜひ2作続けてお読みいただくことをお勧めします。主人公2人の他に93人も登場した果物売りのアンナも主要人物として登場します。こんな時代にあって己の、正義を貫こう、流れに抗ってまっすぐに生きようとする主人公たちが本当に魅力的で、読んでいる間中本当にどうか幸せになってほしいと祈るばかりでした。一方で何といってもこのシリーズの大きな魅力は、読者を突然当時のストックホルムに放り込んでしまうような人いきれや悪臭さえ感じさせるようなリアルな描写で、本当の主人公はストックホルムの街ではないかとも言えます。続編ではその描写も一層冴えています。ロシアとの戦争で国の内実はボロボロ、疲弊しきった人々は国王暗殺後に実権を握る者と奪還するを狙う者の、噂で、持ちきりでそれを酒の魚に盛り上がり、そんな市民の反逆や、暴動を恐れた王室が過度に彼らを取り締まり、諜報員が跋扈し、今ちょっと音声が切れました。すいません。ちょっと途中からやり直しません。もう一回、今途中からいきますね。一方で何といってもこのシリーズの大きな魅力は、読者を突然当時のストックホルムに放り込んでしまうような人いきれや悪臭さえ感じさせるようなリアルな描写で、本当の主人公はストックホルムの街ではないかとも言えます。続編ではその描写も一層冴えています。ロシアとの戦争で国の内実はボロボロ、疲弊しきった人々は国王暗殺後に実権を握る者と奪還するを狙う者の、噂で、持ちきりでそれを酒の魚に盛り上がり、そんな市民の反逆や暴動を恐れた王室が過度に彼らを取り締まり、諜報員が跋扈し、怪しげな秘密結社もうごめいているという、250年前の話ですが、なんだか読んでいてずっと心がざわざわしました。実は私3年前の、翻訳ミステリー大賞受賞式の、ビブリオバトルで1793を紹介した時に、今の時代に生まれてきてよかったと思ったと、申したんですけれども、今回ちょっと改めて3作読んで、その後の現実の世界を見るにつけ、ちょっとその認識は間違っていたんじゃないかなと思うようになりました。ここに描かれる戦争や暗殺やひどい人種差別や蹂躙など嫌でも今と重ねてしまう、要素があまりに多くて、自分は一体何を見て何を分かった気になっていたんだろうというショックを受けながらこの2作を読み終えました。最後に重く苦しい、作品ではありますが、その中にわずかな希望も描かれて、それがとても美しくて心にしみるというのもこの作品の大きな魅力だとお伝えしたいと思います。私の個人的なおすすめは1794の中盤にほんの少しだけ登場するおさんばさんです。とても神々しい場面で私はここで泣きました。ぜひ皆さんにも共有いただければと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、皆川さんありがとうございました。ちょっと途中で、切れちゃったりして申し訳ありませんでした。まあ、感想はやっぱり1793の続刊が出るだけで嬉しいのに、2作も同時で続けて出るなんてとかですね。スウェーデン、スペイン、スウェーデンとか、まあ、国際色豊かですねっていう風な感じですかね。3部作読書会ですか、やりたいですねなんて話も、チャットで出ているようです。ありがとうございました。
それでは4番目で新潮社竹内さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。新潮社竹内です。皆さん、あの力の入った何ですか、一押し解説で、もうサフォンなんか僕も楽しみにしてますが、いや、あの負けておりません。新潮社はこのところ あまり、海外ものの力が入ってなかったと思われる方も多かったと思うんですが、このところこの、私戻ってから、キチガイピエロ、ギャンブラー多すぎるなど、旧作の名作をちょっといろいろと紹介しておりまして、この辺のマークに気がついて疲れている方には楽しみかと思いますが、この3段目が、この現象ですが、スクイーズプレイ、ポール・ベンジャミンスクイーズプレイ、なぜこれが、話題作なのかといいます と、これはまあ、知る人ぞ知る、ポール・オースターの、別名義で、ポール・オースターが孤独の発明というの自伝的小説で1984年、デビュー、したその前にもう78年に脱稿されていた小説です。これはまあ多分、生きていくために多分ミステリーを書けみたいなことで書いて、それが出版されたのは結局孤独の発明と同じ頃になってしまうんですけれども、これが、翻訳を今回はですね、田口俊樹先生が、最近草原社さんで、長い別れの、新訳を名訳を出されたばかりの、田口さんですね。田口さん今これ見てらっしゃるので、僕が全く原稿用意してないのがバレバレなんですけれども、この後で疲れるのですごい緊張しておりますが、これ実はそんな秀作とも思われがちな、デビュー作でありながら、ハードボイルドの大傑作です。私立探偵マック・クラインという、マックス・クラインという、私立探偵の元に、元大リーガーの、名プレイヤーがですね、もう交通事故に遭いまして、左足を、交通事故で失ってしまった、名プレイヤーが、実はもう今政界に乗り出そうとしているんですけれども、そのチャップマンという、プレイヤーの、依頼で、まあ、脅迫状が届いたと、それから始まる、物語なのですが、もう正統的な、ワイズクラックと、ワイズクラックというのはヘラス口ですね、あと、謎の女、まあ、ファンファタル、登場し、そしてしかも、ぐいぐいと読ませる、ストーリーテリングのうまさ、そのあたりはオースターの文学性もありつつ、実を言うと、ちゃんとした、エンターテインメントとしての魅力がたっぷりの小説になっております。そして、見どころはこれ実はスクイーズプレイというタイトルからもお分かりのように、野球小説と思われがちですが、まあ、その大リーガーが、依頼主だったということで、そういうタイトルもついてて、いろんな意味合いは含まれてるんですが、決してスポーツ小説ということではありませんので、それで腰が引けてしまう方々も多いかと思いますが、そうではなくして、ただその野球観戦のシーンが出てくるんですが、これが主人公と息子、少年が、大リーガーの試合を見に行く、ここのシーンがもう涙ものに感動します。ぜひぜひ、読んでいただきたいと思っております。で、これはおそらく、この月にですね、ちょうどポール・オースターの、これ実を言うとポール・オースターのそっちの正しいデビューのこの40周年になりまして、写事室の、何だったっけな、ちょっと写事室の旅 と、闇の中の男というのの合本になった本も同時に出ますけれども、それを読み比べていただけると、またこの、どういったこうポール・オースターの世界との共通する部分というのが分かってきて、楽しめると思います。ぜひとも読んでいただきたい、スクイーズプレイ、ポール・ベンジャミン名義です。そして実を言いますと、ついでながら翌月、10月間で、56日間という、小説が出されます。これはですね、後ほどは多分ご説明あると思いますが、草原社さんの草原推理文庫で遭難信号というのがで、デビュー作で、CW 賞の最終候補になったキャサリン・ライアン・ハワードという作家さんの作品なんですけれども、これはもう、新型コロナ禍の、で、出会った男女が、まあ、一室に住まうようになるんですけれども、その56日間が、まあ、現代と京都、56日前とが交互に語られていくという、ちょっと技巧を凝らした、サスペンスで、まあ、テーマとしては本当に現代の、まあ、まさにこの今のコロナ禍の、
お話ですので、あまり日本ではそういうのは書かれてないと思いますので、ぜひともこちらも読んでいただきたいと思います。ということで、スクイーズプレイ、そして56日間、ぜひともよろしくお願いいたします。タグさん、よろしかったでしょうか。これで、はい、ありがとうございました。田口さんからはですね、竹内頑張れっていうまずメッセージが来てますね。すみません、はい。それから途中で感染シーンの話が今あったところで、 あそこいいねという、チャットが入ってますね。宣伝ですとかいうあとですね。それと、あと、他に質問がちょっと一つ来てますんで、竹内さんによかったら、ポールス、まあ、まずそうそう、これ、ポール・オースターのことであるっていうのを知ってびっくりした人も多いと思うんですけれども、ポール・オースター、幽霊たちも探偵ものでしたけど、ニューヨーク三部作ですね、オースターの。はい、あれとなんか雰囲気が近い感じなのかなという質問なんですけど。はい、ですね、これに関してですね、実は若島忠さんが、はい、若島忠先生が、実を言うと以前に殺しの時間という、コラムというか、店に関するコラムの、また本を出されていると思うんですけれども、そこで読んでいただけると、ちょっと、その辺の関連性みたいなものが、触れられておりまして、ただし、あくまでもああいうなんて純文学の流れの持っていき方ではなくして、もうこう正しく本当に正当的なチャンドラーの威圧を継ぐ、ハードボイルド小説になっております、これは。で、ただし、その辺のことは本当に、ちょっとこれ言えないのかな、分からないですけど、若島さんの、その部分をもし参考にされたら、ちょっと両方読まれた方は、ガラスの街、というとからの三部作と、ちょっとその辺の関連性みたいなものっていうのを、感じていただけたらと思います。そしてちなみにです、すみません、先ほど言い忘れましたけど、ポール・ベンジャミンというのは、ポール・オースターの、ミドルネームです。ポール・ベンジャミン・オースターですが、ちなみにその名前で、彼が、原作を書いて脚本を書いたスモークという映画の中で、タバコ屋の常連の客としてポール・ベンジャミンという作家が登場します。その辺もちょっとした楽しみで、なんて言うんだろう、くすぐる部分ではあるので、ぜひそんなところも解説とともに見ていただけたらと思います。はい、どうもありがとうございました。今ですね、 YouTube の画面に出てる人数6人しか5、6人しかいないんですけども、まあ、これはいなくなってしまったんではなくて、ビデオを切ってるからこういうことになってるだけで、皆さんこの場にいらっしゃいますんで、心配しないでください、視聴者の方ですね。はい、それでは前半最後になりましたね。東京創原社、佐々木さん、お願いします。はい、東京創原社編集部の佐々木です、よろしくお願いします。今回ご紹介するのは、ホリー・ジャクソンの、優等生は探偵に向かないという作品です。この作品は、昨年刊行しました、自由研究には向かない殺人の、続編にあたります。ちなみに同じ主人公の、3部作の2作目にあたりますので、こちらの自由研究は、昨年 の早川ミステリーマガジンさんのミステリーが読みたいの1位だったり、このミステリーがすごいの2位、あと本屋大賞の翻訳小説部門の2位に輝きまして、読んでくださった方も本当に多くてありがたいんですけれども、未読の方はぜひこの1作目からぜひ読んでください。はい、主人公は高校生のピップという女の子で、成績優秀な非常に頭のいい子なんですけれども、その彼女がさまざまな事件の調査に、体当たりで挑むというタイプの謎解きミステリーです。で、この優等生は探偵に向かないは、主人公ピップの友人の兄ジェイミーの失踪事件を調査します。ジェイミーは24歳という成人男性ですし、まあ、警察が調査してくれないけれども友人の兄だし、もう自分でやるしかないと思い詰めて、ピップは、調査を始めます。最初は本当に事件かどうかも怪しい、そういう調査なんですけれども、ピップが調べていくうちに、どんどんジェイミーが失踪する直前にどこかおかしい行動を取っていたというのが、徐々にどんどん明らかになっていくんですね。そしてある時にぐわっとえっていう瞬間が来て、それでそこからどういうことっていう風になって、ページを止まる手が止まらなくなっていくと思います。で、どんどん予想もつかないラストにそれからなだれ込んでいくっていうのがすごいところで、本当に読んでいてちょっと心拍数がどんどん上がってきちゃうような、そういうなんというか勢いがある作品になっています。まあ、これはピップが調査の過程を詳細な事件の記録だったり、インタビューの文字起こしだったり、
で写真、あとはインスタグラムなんか の, あのダイレクトメッセージをこう LINE とかみたいにやり取りすると思うんですけど、そういうのが画像で示されていて、そういう手がかりを私たちもあの直接知ることができる書き方になっているんですね。でこれで DIP と一緒に調査したり、あの推理をしたりするっていうのがすごく良いことになっています。そういう新しい SNS や、あとこの優等生の方ではポッドキャストであの調査の過程をあの600万人のリスナーに配信しつつ調査をしていくという非常に新しいあの時代のミステリーになってるなと思うんですけども、結局はあの地道にインタビューをしたり、あの写真をたくさん調べて手がかりを探したりとか、そういう地道な調査とか推理があの元になっているというのも非常によくて、あの元々の、あのミステリーの流れもしっかり組みつつ、そういう新しい道具をしっかり使っていて、すごく新鮮なものにしているというのがこの著者のすごいところだと思います。なので青春ミステリーが苦手で女子高生が主人公だとちょっとって思った方もいらっしゃるかもしれないんですけど、もうぜひもう読んでいただきたいです。あの図版もたくさん入っていて、あの編集作業はすごく大変だったんですが、非常にこうあの見ていて楽しい、それが手がかりは自分でも直接わかるっていうのがすごいと思います。で自由研究には向かない殺人 と,、この優等生は、探偵に向かないは写真を使ったあの本になっていて、ちょっと分かりにくいんですけど今、デザイナーのネクストドアデザインの方に、まあ、空の色が変化することで3部作を示してくださいということになっています。1作目は、本当に青空だったんですけど、2作目はちょっとあのこういうあの夕焼けも出てきてますので、そして3作目はどうなるのか、来年の刊行をあのぜひ見守ってピップの育成を見守っていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。これも今服部恭子さんからなんかメッセージが入ってるみたいですね。なんだピップ頑張りましたか、今回も頑張ってますか、ということだそうです。であとはですね、まあ、なんか背景綺麗ですねっていうのは佐々木さんの背景のことだと思いますけれども、これは弊社マスコットキャラクターのクラリの背景で、あの皆さんもダウンロードしていただけるものなので。あ、そうなんだ、はい、どっからダウンロードできますか。あ、もう弊社のホームページで昔配信したんですけど、あの多分クラリ背景とかで探す、ズーム背景とかで検索すると出てくるかもしれないですね。あのそうですね、ありがとうございます。あとは感想、まあ、あの、これはもうすでにね、出てる作品なんで、刊行されてるんで、発売日に買って徹夜で一気読みしました。面白かったですですとかね、ドキドキしてからの絵が面白いですとかね、すでに読んだ人の感想がいくつも入ってますね。ありがとうございます。あと、なんか質問で、原書の英語は難しいですかっていうのは、これ、服部さんが答えた方がいいのかもしれないけど、佐々木さんはどう思われますか。これもともと YA ミステリーでもあるので、あの、ティーンエイジャーから全然読めると思いますから、うん、あの、ものすごく難しいということはないと思います。あの、ただやっぱスラングとかはもちろんあるので、あの、すごい私も苦労したんですけど、マリファナのこう言い換えが大量に出てきた時があって、それを全部裏取りをしようと思ったら、スラングが全然わかんなくて、あの、アーバンディクショナリーさんには超お世話になりましたみたいなのがありますけど、全然、あの、話の流れを追うには、あの、そんなに難しくはないと思います。ありがとうございます。まあ、ここで前半終わりといえば終わりなんですけども、まあ、今質問を適宜聞いていっちゃったのもあるんで、ちょっと、まあ、ちょっと やや休憩みたいな感じで、読書会メンバーに突然振ってみましょうかね。小林さん、なんかここまでの感想とかありました？なんか私、タイマーを見つめていて、あまりお話を集中して聞いてなかったんですけど、あったけど、いや、なんか迷いますね。その読書会でね、どれを選ぶかって今ちょっと考えてるので。はい、あ、そうか、そうか。はい、よかったら前半にあの登場、今まで登場された方がビデオをつけて、いただけるといいかなと思うんですけれども、竹内さん、なんか前半で、ご用があるということなんで。申し訳ありません。はい。あ、いやいや、ここまででなんか、あの他社のもので、これはなんか読んでみたいとかってありますか。まあ、サフォンですね。サフォンはもう楽しみにしてました。うん、ずっと最大1、風の影からずっと、ね。はい。あと北欧勢もやっぱり、うん、あれこれだけ出ると、ちょっと期待しちゃいますね。なんか、僕も読むの好きなので。そうですね。で、主演者の、
内田さん、なんかそのような感想がいっぱい来てるんですが、どういうふうに思われますか。はい、作法は本当に最終巻がもう本当これが最後なんだと思うくらいすごくしびれるラストになっていますので、これからこれまでの読者の方々、途中で挫折した方も、これから読み始めるという方々も、本当に最後本当に涙が出てくる素晴らしいラストなので、ぜひぜひ読んでいただきたいと思います。内田さんは今他の出版社の聞かれてて、何かご感想ありますか。東京創芸社さん の, 自由研究の続編は私も2作続けてぜひ読みたいと思っています。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。なんかファイトしてますね、佐々木さんがね。じゃあ、佐々木さんをご感想ありますか、ここまでの。私ポールオースターすごい好きだったので、スクイーズプレイはすごい、てかポールベンジャミンイコールポールオースターというのは皆さんびっくりされたのかなと思って、私もびっくりしましたし、田口先生の翻訳のハードボイルドということで、もうすごく今から楽しみです。ありがとうございます。ありがとうございます。郡司さんどうですか、角川の、はい、他社のものでとか。いやもうどの一冊もどれも読みたい気持ちになってしまって、本当に一冊をこう話題にするのが難しいんですけれども、今の今ということで言うと、やっぱり1793 の, シリーズというのはすごくなんか時代と、近しい題材なので興味深いなと思いました。うん、ありがとうございます。見事になんか各社エールの交換をなさっていますね。ありがとうございます。すみません、すみません。はい、はい、どうぞどうぞ。すみません、草原さんを外したわけじゃなくて、もう堀ジャクソンさん読んだのでもう面白かったので終わっておりました。すみません、失礼いたしました。いやーなんかいいですね。久しぶりに竹内さんを会って、なんかすみません、すっごい緊張してるんですよ。本当にいい年して、後ろって会社ですか。今会社新潮文庫です。新潮文庫ばっかりですよね。はい、こっちが海外です。どこですか。うん、内田さんもそれ会社ですか。会社ですね。ちょっと後ろちょっとそんなに綺麗になってないので、並べられてないのでちょっと見せられないんですけど。はい。で、郡司さんは自分の部屋じゃないですよね、それ。はい、これは自分の部屋ではありません。どこですかって言えば。はい、東所沢にある弊社の社屋の中にあります、本棚劇場という、ミュージアムの施設の背景となっております。はい、僕もぜひ、ちょっと遠いですけれども、皆さん足を運んでみてください。僕も10日ぐらい前に、ね、行ってきたんですけどね、遠いと思って、意外に遠いなって覚悟すると、そんなに遠くないよって場所ですよね。うん、だから、うちからも1時間ぐらいで行きましたし、はい、いろいろ聞いてみたんですけども、あとなんか聞いてないです、読書会メンバー。あ、そうか、さっき紹介し忘れたんですけど、加藤さんと畠山さんですね、名古屋と札幌のメンバー、読書会ですけども、この前ね、シンジケートの、連載、必読ミステリー塾っていうのをずっと2人で、あと松毛真子さんと3人でなさってきてて、100回、この前、感想なさったんですよね。おめでとうございます。です。ありがとうございます。はい。なんか次もあるんですか、総集編みたいなの次回、もう一回やるとか聞きました。加藤さん。あ、そうです。もう一回だけ、今月末に。何やるか全然考えてないんですが、やるそうです。はい、うん、あ、そうですか。番外編みたいなのが、なんでしょう、ね、反省会みたいな感じですか、ね。ああ、本当。主に畠山さんが反省すると思うんですけどね。どっちが反省するんだか分かんないけども。畠山さん、逆襲してください。はい、いや、言っとくね、逆襲はないんですけれど。はい、聞きたいことがあるんですけど、いいですか。はい。各社の方に。はい。はい、どうぞ、お願いします。まず新潮社の竹内さんに聞きたい、ポール・オースターは、ポール・ベンジャミンは文庫で出ますか。あ、文庫オリジナルで、今月の29日発売になります。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。それだけ加藤さん。あ、じゃあ郡司さんにもお聞きしていいですか。チャットでですね、あ、北欧ものは、まあ、あのノリが好きは皆さん好きだと思うんですけど、
明るい北欧ものってのはないんでしょうかっていう話をよく聞くんですが。ありましたね。明るい北欧もの、明るい北欧もの。北欧に工事はないのか。北欧っていうとなんか暗いから、はい、なんだっけ、サウナに入ってなんか のんびりして読めるようなものとか、そういうようなこと書いてあったんですか。サウナ探偵とか、ありそうなの、ね、サウナ探偵とかいないんですかとかっていうんですけど、角川での、そのなんていうか、求めている北欧ものっていうのがどんな感じかとか、はい、そういうことでもいいんですけども。はい、私どもで3秒間の資格とかですね、笑う警官を過去に出してるんですけれど、やはり陰惨で大変、事件は辛い、北欧ミステリーが、ございますやっぱりそういうのが中心になると、うんはい、そうですね、ちょっとこう読むのヒリヒリしながらでもこうそのヒリヒリのなを解消したいためにこう次々読んでしまうというそういうタイプ の作品ではないかと思っております。はい、ありがとうございます。各社バリエーションに富んでいるということで、じゃあ前半がこんな感じで後半また同じように続けますけども、竹内さんそろ時間ですよね。ということで、今日は本当にお越しくださってありがとうございました、久しぶりにお目にかかれて、画面越しですけど嬉しかったです。本当十何年ぶりぐらいなんですよね。すみません、ご無沙汰しております。いやこちらこそ。はい、じゃあどうも、適当にじゃあ退出してください。はい、ありがとうございます。方もありがとうございました。よろしくお願いいたします。はい、それでは後半の方に進みますが、後半はトランちゃんからなんですが、トランちゃんがじゃあちょっとビデオをこちらで切ってるとトランちゃんの絵が出せないんだけど、どうしますっていうのは、なんかちょっと試しに出してみます。はい、はい。中の人がちらりと、映るかもしれないですけどもご容赦ください。どうなってますか。私になって持ってますか。トランちゃんが出てますね。トランちゃん出てますか。そっちには出てるけどビデオ、YouTube の方には YouTube に出てます。あ、出ました。出てましたか。はい、出ました。大丈夫です。横をちらちら何かが動いてもそれはトランではない何かなのでトランの飼い主ですかね、そうですね、そうですね、トランの飼い主。はい、わかりました。はい、はい、じゃあ準備できたらお願いします。はい、では画面共有させていただきます。はい、今画面共有しましたができましたでしょうか。はい、大丈夫です。はい、皆さんこんにちは、ハーパーコリンズハーパーブックスのトランとトランの代理のものでございます。今年ハーパーブックスがなんと7周年を7月に迎えまして、トランが誕生しまして、一人でも多くの方に覚えて帰っていただければなと思ってこのような形で出させていただいております。で今年のハーパーブックスの一押し作品ですけれども、中国発の警察小説邪悪催眠師です。で著者は周光輝さんです。主人公は公安局の刑事隊長のルオフェイで、中国の架空の町のロンジョーという、市が舞台になっています。物語はすごく不思議な、奇妙な事件で幕を開けるんですけれども、突然町で暴れ出した男がいて、でまあ、警察に捕らえられて、まあ、襲いかかったということで射殺されてしまうんですけども、その事件が起きたところで、まあ、ルオフェイが、現場に、向かいます。で話を聞いてみるとちょっとおかしいと、というのはその突然暴れ出した男というのがまるでなんか映画のゾンビのように突然なんか暴れ出して、それもその通行人の顔を顔面を食いちぎろうとしていたというのが分かります。で、時を同じくしてまた別の事件が起きるんですけれども、屋上からの飛び降り事件なんですが、またそこに駆けつけて話を聞いてみると、その男というのが屋上で、鳩に餌をやっていたんですけれども、その途中から突然やっぱり鳩になりきって鳩のように鳩と戯れ出して、でそれで鳩が屋上からこう飛び立って羽ばたいていったところについていって落ちちゃったみたいな、なんかすごい変な事件なんですね。でどうもなんかただの事故とかではなくて何かあるじゃないかと思っていたところで、インターネットの、掲示板にある文が、
載っていることが分かります。そこには、こうありました。私は世界一の催眠師であり、君たちの精子を操れる。昨日は一体のゾンビを調教し、今日は一羽の鳩を飼いならした。今は催眠師大会に参加するため論場にいる。というのが、鳩の事件の直前に、ネットに上がっていたことが分かりまして、つまりは犯行予告だということが分かります。でそこで、ルーヘイはその催眠師大会が開かれている、まあ、開いている人物のもとに訪れて、その催眠業界の、まあ、第一人者の催眠師がいるんですけども、まあ、その方に協力を仰いで、催眠術とは一体どういうものなのか、そしてその精子を操ることなんてできるのか、そしてその、まあ、催眠師、まあ、その王の正体は何なのかっていうのを、まあ、突き止めていくという物語になっています。で本当にここからあっと驚くような展開が、まあ、次々に起こって、まあ、本当にびっくりするんですけども、何を言ってもなんかネタバレになりそうなので何も言えないというので、本当はあとは読んで楽しんでいただければと思ってます。骨太の警察小説ですし、奇想天外なところもあるし、本当に楽しめる作品です。で、実はこの作品が、去年早川書房さんから刊行されました死亡通知書暗黒者の関連作になっています。で原書の方は、刊行は弱催眠師の方が後なんですが、物語の中の時系列としては弱催眠師の方が前になっていますので、どちらを前にしても後にしても、まあ、楽しんで、読んでいただけるかなと思っています。でそれで、次の作品だけちらっとご紹介させてください。9月に発売になります、スペイン発の、スリラーです。でこちらはちょっと一転して主人公は作家なんですけれども、自分の作品の中で登場させていた、少女連続誘拐犯の怪物という人物がいたんですけれども、その怪物を名乗る誘拐犯が実際に、現れて作家の娘を誘拐してしまうという話です。こちらも、非常に面白い上下巻ボリュームたっぷりのお話なので、楽しんでいただければと思います。はい、ご清聴ありがとうございました。はい、はい、どうもありがとうございました。まずはその字面というかタイトルがすごいなという人はとても多いですね。インパクトが。はい。弱催眠師とか、まあ、老人介護なんてのも、やっぱりそれのタイトルもすごいなとかってありますけれども、そんなタイトルはすごいなとか、それから死亡通知書がとても面白かったから、まあ、続編というか前日談ですけどね、まあ、続編と言ってもいいのかもしれない。これは、待ちに待ってましたっていうような、はい、感想もいただいてます。ありがとうございます。はい。あとは、クラリとトランちゃんを戦わせて最強の猫を決めたいみたいな。いや、クラリが勝ちますよ。クラリちゃんが。そうですか。そう言われてますけど、トランはまだ赤ちゃんなんですね。いやいやいや、トランちゃんめっちゃ可愛いっす。トラン赤ちゃんは。トラじゃなくて猫なんですか？猫なんです。おお、可愛い。トラじゃなくて、トラ猫なのね。で、トランスレーションも入ってるわけですよね。あ、そうです、そうです。名前を応募しまして、トランスレーションからトランとつけてくださって。はい。まあそんなこと言ってクラリだってウサギじゃなくて猫なんですかってよく言われると思うんで、はい、ウサギになりたい猫っていう結構センシティブな人脈クラリの性格ですね。はい、はいはい、ありがとうございます。それでは次の出版社いきますね。早川書房お待たせしました。井戸本さん、はい、お願いします。よろしくお願いいたします。はい、はい、早川書房の今年の一押し作ということで、我ら闇より天を見るというクリス・ウィタカ、鈴木めぐみさんが訳していただきました、作品をご紹介させていただきます。まあ、ちょっとあらすじをご紹介する前にですね、非常にこう冒頭がすごく印象的でいいので、まあ、私の朗読で大変恐縮なんですけれども、ちょっと一回お聞きいただきたいなと思いまして、失礼いたします。何かが見えたら手を挙げてくれ。タバコの巻き紙でもソーダの空き缶でも構わない。何かが見えたら手を挙げてくれ。くれぐれも触らないこと。手を挙げるだけでいい。
という非常に印象的な5行から、この小説は始まるんですけれども、まあ、一体何が起きたのかと言いますと、まあ、舞台となるのはアメリカの、カリフォルニア州ケープヘイブンという港町でしてね、そちらで、7歳の少女シシー・ラドリーという女の子が行方不明になってしまいます。そこで、町の人が総出でですね、彼女が行ったとおぼしきところを、一列に並んで、少しずつ前進をしながら、まあ、何か消えてしまった少女が身につけたものとかを、捜索をしていると。でそこで何かが見えたら手を挙げて、知らせてくれるようにというふうなところで始まります。それでですね、まあ、このたった2ページにしかならないこの30年前の描写が、このあと30年後の、本当の舞台となるケープヘイブンの、ところに非常に大きな影を落としていくんですけれども、結局このシシー・ラドリーという少女はですね、このあと、まあ、実際に姿は見つかるんですけれども、角から曲がってきた車にはねられて死亡をしてしまいます。はい、というようなところで、本書は始まるんですけれども、そして30年後、まあ、舞台は同じケープヘイブンなんですけれども、そこに住んでいる、警察署長のウォークという男、青年と、そして、その行方不明になったシシー・ラドリーの姉スター・ラドリーの娘であるダッチェス、そしてその息子のロビンという、まあ、2人の子供が、まあ、舞台に現れます。ウォークはですね、実はそのシシーを引き殺してしまった、車に乗っていたのがウォークの親友であるヴィンセントという男でして、で、まあ、ウォークはまあ、将来警察官になるぐらいですから非常に正義感の強い男で、ヴィンセントを、まあ、自分の証言で警察署に送ってしまうんですね。有罪にしてしまうと。そういうことをすごくこう心のトラウマとして抱えていて、でさらに姉であったシシーの姉であったスターもですね、自分の妹を亡くしたことで、当時まだヴィンセントとは非常にこうお付き合いをしているぐらいの深い仲だったんですけれども、そのシシーを自分の彼氏に殺されたということで非常に深いトラウマを彼女も負いまして、ドラッグと酒に溺れてしまっていると。でそこで、まあ、父親が知らない2人の子供を産んでしまい、ダッチェスと、まあ、ダッチェスと、ロビンのですね、は非常にこう母親がもうほとんどこうネグレクトみたいな形で、育っていくことになるんですけれども、この13歳の少女ダッチェスは非常に気丈な女の子でして、自称無法者、そして非常にこう、勝ち気の強い女の子でして、自分の家族の悪口を言うやつは許さないとか、自分の彼女の自分の家族のことを悪く言う人間はお前のことなんかさ刺してやるぐらいのことを言ってしまうような女の子で、非常に強気の子なんですけれども、まあそんな、彼女たち彼女と、ウォークの話が少し繰り広げられた後に、実はこのヴィンセントというシシーを殺してしまった男がですね、30年ぶりに刑期を終えてこの町に戻ってくるんです。それが起こって、一見平和だったこの町にですね、まあ、何か非常に不穏な空気が立ち込めて、そして新たな事件がという、ここまで言えるのはここまでなんですが、ぜひお楽しみにしていただきたいと思います。ゴールドダガーも受賞している非常に面白い作品です。ぜひお読みいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。以上です。はい、どうもありがとうございます。とてもいい声ですねという人がいますね、まず。そうですね。あと、分厚いですねって、何ページですか、それ。全部で520ページあります。ただまあ、これ非常に。2段組？いや、1段組ですよ。1段組で？こういった形。はい。はい、まあ、すごいですね。はい。あとは、また田口さんが書いてます。本さん、今読んでると面白い、ダッチェス最高であるで、ね。あ、本当ですか。ありがとうございます。はい、ゴールドマークが、ゴールドダガーですね、最優秀賞、イギリスの、光ってますねとかですね、いろいろ見てます。あ、背にもある、本当だ。そうですね。あとは、井戸本さんって本屋さんみたいって、なんだろう、これは。いや、背景ですかね。汚くて申し訳ないです。いやいや、なんか、本当、揃ってますよね。後ろの方はね、なんか、上の方に見えるのは講談社文庫かな。なんか、あ、そうですね。ちょっと、はい、ありがとうございます。後ほどまたなんかも伺うかもしれません。はい、よろしくお願いいたします。はい
はい、じゃ次は、不走者の富田さんですが、ちょっと待ってね、これは僕がこっちで聞くんですよね。はい、あ、すみません、ちょっと待ってくださいね。お渡ししてしまっているので、はい、私の手元にも。ごめんなさい、ちょっと一瞬待ってください。なかなか一善さんの、マラカスが出てこないですよね。マラカスがあれ出るタイミングにはならないんだけど、あ、ちょっと待って、どこ行っちゃったかな。あったあったあった、はい。はい。今見えてる、これですよね。はい。はい。じゃあ、準備できましたらお願いします。はい。あ、ちょっと待ってください。私も時間を見ますね。はい。不走者の富田と言います。今日はですね、夜のエレベーター、フレデリック・ダールの新刊で、ちょうど数日前にもう書店さんに並んでるんじゃないかと思いますけれども、これを紹介します。私、作ってるのはこういうような本を作ってきた男で、もう上げ始めたらキリがないので、次のスライドお願いします。ずいぶん古めかしいカバーだなと思われるかもしれないんですけれども、1961年の小説で、ちょっとイメージとしては、昔の草原推理文庫とかですね、早川ミステリー文庫とかをイメージして、ちょっとこう、なんだろう、アブストラクトな感じで、古めかしく作ってみました。タイトル、夜のエレベーターっていう、なんかあまりミステリーらしからぬ感じなんですけれども、現代はそこにある通り、フランス語で、フランス語なんでちょっと、発音できませんけど、貨物用のエレベーターという意味です。これだけだと、これじゃちょっとタイトルにならないんですけれども、当時映画化、されてまして、本が出た翌年にフランスで映画になっていて、それがなぜか日本でも公開されていて、この夜のエレベーターというタイトルが、放題としてついていたので、それをいただきました。映画自体は、ビメオという、動画サイトに乗っかってたんですけども、ちょっとさっき見たら繋がらなかったので、もう下ろされちゃってるのかもしれないですけれども、映画もありましたということです。次のスライドお願いします。はい、なんでそんな、61年の作品が突然、出版されたのかというとですね、この翻訳家の長島良三さんという方のおかげです。長島さん、このフレデリック・ダールという作家を紹介するのに、一生懸命で、ご自分で4作、他の方も含めて、いくつか、翻訳されてるんですけれども、その方がですね、出版のあてもなく翻訳原稿を作られていて、もうちょっとなくなって久しいんですけれども、その原稿をいただいて今回出版したということです。次お願いします。じゃあそのフレデリック・ダールという作家はどんなものかというとですね、今年の初めぐらいに、シンジケートのサイトでも取り上げられてちょっと話題になったかと思うんですけれども、ここに載っているのが、評伝ですね、評伝のカバーで、こんな人です。教育もなく叩き上げでこう作家になってきた人で、戦後フランスのミステリー界で最高の人気作家というような評価がされています。次のスライドお願いします。こんな作品が日本では翻訳されていて、悪者は地獄、最初のやつがおそらく映画が来た時に翻訳されて、三笠のあたりまではその60年代ぐらいのもので、文春文庫のよみがえる戦術あたりからが、長島さんが積極的に紹介していたということです。はい、次お願いします。今の評伝のタイトルにもあったようにですね、サン・アントニオという名前で、の方がむしろフランスでは有名で、サン・アントニオという名前でサン・アントニオという警視が出てくるシリーズというのを書いていて、これがシリーズがもう180冊以上あって、最盛期は初版80万部刷っていたという恐ろしい話になっています。70年代にこのフランス式捜査法というものだけが訳されていますね。で、他に別名義の恐怖工作犯というような、もうそんな時間、そんな作家です。はい、じゃあ次お願いします。はい、で、実は小説を紹介する気はありません。本当にですね、そのもう雰囲気たっぷりのフランス小説で、もう読んでいくとですね、一体どうなるんだろうという、もう本当に驚くような謎また謎の展開なので、感傷的なノワールで、ファム・ファタールなのかなぐらいなところでもうそこから入ってください。もう終わり？これで3分？4分です。ごめんなさい。じゃあ次お願いします。あと1分あります。もうこれ、あ、
もうこれだけ見ていただけば、中条翔平さんが解説を書いていまして、フランスミステリーの隠れた傑作、エラリー・クイーンか柴田掃除張りの大胆なトリック、パトリシア・ハイスミスのごとき皮肉な逆転劇、ウィリアム・アイリッシュを彷彿させる人間の孤独と悲しみ、まあ、これを読んで読まないかどうかはもう皆さんにお任せします。はい、じゃあ次お願いします。はい、今ちょうど出ましたけど、他最近出てるのはこんなものを作りましたっていうところです。レビンス&リンクをここで紹介したらどうかっていうような話も社内的にあったんですけれども、こんなのに出てくるような人たちは絶対この本は買っているだろうから、もはや説明の必要あるまいということで、今回のフレデリック・ダールに決めました。同時に発売されたのが下にあるジョゼフ・ガーバーの垂直の戦場という、これはアガリエ・カズキさんが、90年代に徳間書店で出したものを、実は、削除されていた、最後の、びっくりするようなオチを含めて完全版という形で、復刻いたしました。こちらはどちらかというと1990年代的なイメージで作った、本になっています。まあ、レビンソン&リークは70年代っぽいっていう感じですかね。ということです。次お願いします。で先ほどちょっと申し上げましたけども、私、十数年ぶりに戻ってきてですね、なんか仕事がすごい、荒くなっていて、雑になっていて、今分かっているだけで、数箇所ちょっと間違いを残してしまいました。読んでいて、明らかに見ただけで分かる誤植なんかもあるので、本当に申し訳ないんですけども、恥ずかしいので、ぜひ皆さんで買っていただいてですね、増刷に結びつけていただければ直すことができるので、よろしくお願いします。以上です。はい、ありがとうございました。すごいね、この増刷重版したい、理由というのがすごいですね。なんかお恥ずかしいことが、ね、申し訳ない。そんな欠陥品を買わせるのかと言われると、ちょっと言葉もないんですけれども、小説自体はものすごく面白いので、もう何があっても、一色抜いて、一晩寝ずに読んでください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ちょっと待ってください。いっぱいチャット来てるんだけど、これもタイトルがいいですねとかですね。あ、読みました。出してくださっても、そうですね。これも出てますからね。まあ、これはあと全体の話ですけどね。スウェーデンからスペイン、アメリカ、イギリス、中国、フランスっていうふうに ずっと今日の話がね、流れてきて、まあ、家にいながらにしてこれだけの小説世界に触れられていいなっていうような話来てますね。そう。ね、まあそう、最後の垂直の戦場も本当にびっくりの結末がおまけですね。30年ぶりについたおまけ結論ですよね。うん、ついて、うん、なんていうか、うん、なんかこう、絨毯をひっくり返し、引き抜かれるみたいなね。そういう感じ。どうなんだっていう感じがありますけどね。うん、ぜひ、昔読んだ人もね、読まれるといいかなと思います。はい、ありがとうございました。では、あと2社ですね。では、二見書房の山本さん、お願いします。こちらは画像の共有をこちらでやるんでしたね。ちょっとお待ちください。これでいいですよね。はい。はい。じゃあ、あとはお願いします、はい。はい。よろしくお願いします。二見書房の山本と申します。今日ご紹介するのが、8月22日発売の、新刊です。メイドの秘密とホテルの死体。ニタプローズ著、村山美幸さん翻訳です。で、今年の上半期の Amazon.com のベストミステリー、第1位に選ばれてます。で、あらすじですが、祖母に育てられて5つ星ホテルの客室メイドとなったモリーが、亡き祖母の人生の死を守ってひたむきにそのメイドの仕事に励んでいました。で、ある日ホテルの乗客で不動産王のミスター・ブラックが客室で謎の死を遂げる事件が発生し、モリーが第一発見者となります。で、生まれつき人の表情や言葉の裏を読み解くのが苦手で、祖母に育てられたせいで言葉遣いが古めかしいことから変わり者とみなされ、同世代の友人にも恵まれたことのなかったモリーは、そうした個性が災いして殺人容疑をかけられ追い詰められていきます。ですが、長く陰ながらモリーを温かく見守っていた熟練ドアマンや、味方だとは思っていなかったメキシコ人移民のアライバ係などが助けに立ち上がって、
森に殺人の嫌疑をかけようとした人々を追い詰めていくというようなストーリーです。で、こうしてモリーは次第に感情を読み取る術を学び、仲間たちとの新たな絆を築いていくのですが、実は事件にはもう一つの真相が隠されていたというお話になります。で、一見ショートブレッドと紅茶の香るクラシックなホテルで、愛すべきメイドが刺して何回でもない殺人事件を解決するコージーミステリーに見えるんですが、主人公が胸に秘めたシビアな過去と境遇、登場人物たちの人種問題、少し背筋が寒くなる事件の真相などが嫌味す風味を醸すシニカルな一作となっています。他者との関わりの苦手な主人公モリーの人物像をはじめ、さまざまな人種問題や社会問題も盛り込んでいて、クラシックでありながらとても現代的な一冊となっています。で、こちらは、若草物語のフローレンス・ピュー主演で映画化が決定しているんですけれども、この本小説ならではのトリックっていうのがいくつか隠されているので、映画を見る前にぜひ小説を読むことをお勧めいたします。で、もう一冊ぜひご紹介したいので、もう一冊お願いいたします。で、こちらの、2021年の昨年の翻訳ミステリー読者賞第5位入賞で、ツイッターのみんなのつぶやき文学賞でも第10位入賞いたしました、プエルトリコ行き477便、こちらの、ジュリー・クラークさんの新作が、もう出てます。で、つい先日判決を取りましたので、こちらを紹介させてください。で、こちらなんですけれども、こちらも、今年の6月の Amazon.com の月間ベストに選出されており、あと複数のサイトでも上半期のベストとか今読むべき本とかそういうのに選出されています。で、あらすじとしましては、ロサンゼルスタイムズの記者のキャットはある事件を追っていました。で、匿名で女性から電話があって、その女性が教えてくれたその事件について知っている男性に、接触するんですけれども、逆に酔わされてレイプされてしまいます。で、キャットは、その電話をかけてきた匿名で電話をかけてきたその女性メグに恨みを抱いて消息を追うんですけれども、メグは名を変え職業を変え各地で詐欺を働き、でその後消息がパタリと途絶えてしまいます。 ですが10年後メグはロサンゼルスに戻ってきます。で、実は彼女には大きな目的があったんですけれども、メグが戻ってきたことを知ったキャットは、顧客を装ってメグに近づき詐欺師であることを暴こうとするというようなストーリーになってます。で、プエルトリコ行き477便と同じように2人の女性が主人公の作品なんですけれども、2人が敵対する関係から始まることとか、また、片方の主人公メグが詐欺師であるっていうことから、もうストーリー展開は前作よりも随分と派手になって面白くなっています。で、今作もプエルトリコ行き477便同様、ろくな男が出てきません。で、前作以上のダメンズばかりなんですけれども、そんな男たちに詐欺師のメグがどのように復讐していくか、フィクションとして楽しみながら、男性社会における女性の生きづらさっていうのも考えさせられるような作品になっています。ですから、女性にはもちろんおすすめなんですけれども、男性にも、ぜひこの作品を読んでいろいろと反省をしていただきたいという意味でもおすすめです。で、これの翻訳なんですけれども、今日の司会のお一人であります小林さゆりさんにお願いしております。で、来年早々の刊行を目指しているので、こちらもよろしくお願いいたします。で、こちらの、プエルトリコ行き477便もまだ、絶賛発売中で電子書籍もありますので、こちらもどうぞよろしくお願いいたします。以上です。はい、ありがとうございました。やはりいくつか来てますね。かわいい表紙だとか、待っていた一冊ですとか、
クラシックでありながら現代的でシニカル風味もあるというのはとても気になりますとかですね。あとは山本さんの背後のワンコのイラストが気になりますっていうのがありますが、背景にいますね。これは何でしょうかっていうこと。はい、これはなんか有名なあのフランスの なんとかさんっていう方のポスターなんです。はい、すごいお気に入りで、あの、わざわざ額を作って、はい、飾って、はい、部屋に飾って。はいはい、なんか今日犬猫対決みたいですよね。あの、はい、もう犬が大好きなんで、今もあのお膝にいます。ありがとうございます。はい、小林さんからなんかあの補足ありますか、今の後半のプエルトリコの。あですね、そのプエルトリコ行き400何日でしたっけ。すごい好きで、あの読書会2月に対面式でやって山本さんにも来ていただいたんですけど、あの私読書感想を言いながら泣きそうになったの初めてでした。読書会世話人をやっていて、でそれぐらいすごく良かったので、あの札幌読書会の畠山さんが勧めてたのを聞いて、あよしと思ってやったらものすごく良かったので、だからあのすごい実践、本当数日前に山本さんから次回作いかがですかっていう風なご依頼があって、もうちょっと私もう前のめりでよろしくお願いしますという感じでしたので。ありがとうございます。ありがとうございます。畠山さんの名前も出たんで、畠山さんからも補足はありますか。今の音声失礼しました、はいはい、あのちょっとあの今山本さんがあのダメンズばっかり出てくるから男性はこれを読んで反省しろ的なあのご発言があったので、それを聞かれた井戸本さん富田さんとかどうお思いになってるかなってちょっと聞きたいと思います。ちょっ と突然振りますか。じゃあ、じゃ あの年の子で富田さんからいきますか。まあ、あの、そう振られると、なんか、うちに引き寄せて言うとですね、夜のエレベーターの主人公もなかなかダメなやつなんですよ。で、まあ、そのダメなやつの一人称で、世界を見ていくという体験ができるので、まあ、こちらもぜひって、なんか、まあ、わざわざ一応。なるほどね。うん、ありがとうございます。じゃ井戸本さんもなんか指名されたんでありますか。いや、なんか、富田さんほどうまいこと言えなくて恐縮なんですけれども、あの、ぜひ。読んであの反省すべきとこをしっかり反省しようと思います。、うん、ありがとうございます。はい、それでは最後になりますね、お待たせしました、大鳥で、文春長島さんお願いします。はい、始めちゃっていいですかね。あ、どうぞ。はい、はい、はい、文藝春秋の長島でございます。よろしくお願いいたします。で、本日ご紹介したいのはですね、こちら9月1日発売予定、するかな、文春文庫、ジェローム・ルブリー著の魔王の島という作品でございます。で、これ、こちらもフランス産のミステリーでございまして、かつてフランスミステリーっていうと、なんだろうな、マニアックな印象があったかと思うんですけど、近年すっかりメジャーになりまして、例えばその女アレックスでしたね。で、僕が作らせていただいたんですけど、他に集英社さんの人呼んでフレンチサンバガラスという、ミシェル・ビュッシー、ギヨーム・ミュッソ、エリベ・コンベイルと。この3社なんかも、なんでしょう。新作が出たら絶対に読まなきゃいけない感じのやつなんですが、で、この鳥にも共通するのは、先ほども言った作者さんの、フレドリック・ダールもそうなんですけども、独特のひねくれ感というか、変な感じが、全体に漂っているのが、一つ特徴になっていて、かつ、それを煙幕のようにして、最後に、とんでもねどんでん返しだったりとか、サプライズとかをぶちかましていくっていう傾向があるように思います。で、この今回の魔王の島も、それ系でございます。で、どんな話かって言いますと、主人公は、地方紙の記者をやっている若い女性なんですが、ある日、その疎遠だった祖母、おばあちゃんですね、が亡くなったという知らせが届きます。で、遺品整理なんかやらなくちゃいけないっていうことで、そのおばあちゃんが住んでた孤島に渡るわけなんですね。
で、この島の住人っていうのは、第二次大戦後にこの島にあった子ども向けのキャンプ施設の職員だった人たちばかりがずっと住んでるんですが、主人公は彼らと話したりとか、周りこれ調べたりとかやってるうちに、この島になんかどうも嫌な因縁みたいなものがあるっぽいことに気づき始めます。で、これと並行して、その、当のおばあさんの若い頃、この、島で働いてた頃に日記みたいのが、こうパラレルになって挿入されていって、いろんな謎が浮かび上がってくると。例えばその、この島でどうやらナチスの実験が行われてたらしいとか、キャンプで来てたたくさんの子供が海で死んでしまった事件があったらしいとか、で、子供たちを怖がらせる魔王というのがいるとか、で、果たして魔王とは何者なのかと、この島の秘密とは何かっていうところで大体全体100ページなんですね。で、もう言えるところは全部言っちゃったんですよ。もうこれ以上言うとネタバレになっちゃうんで、で、100ページまで大体言えるところは言った、これまでの中ですでに僕は大体5つぐらい大きな嘘をついてるんですね。これそういう小説なんです。で、つまりとこのミステリーの肝は、誰かが誰かを騙そうとしてる。で、これなんですね。で、この構図っていうのは、この本のミステリーというのを仕掛けてもあるけれども、同時にその小説としてのテーマでもらっていて、で、要するに誰が誰を騙そうとしてるのかっていうことなんですが、その小説の真ん中あたりまで来ると、先ほどの主人公に加えて第2の主人公の刑事が登場します。で、実はすでにその重要人物がプロローグでも登場していて、これは大学の先生なんですね。で、この先生が学生に講義しているサンドリーヌの避難所事件という過去の事件の顛末がこの小説の大枠になっているんです。で、そういう構造なんですけど、今また僕は新たに嘘を2つぐらいついたんですけど、つまりこの魔王の島っていう作品は信頼できない語り手を巡るミステリーです。で、だからそれについて語ると僕も自動的に信頼的な語り手になっちゃうんですけど、確信部分は誰が誰を騙そうとしているのか、で、誰がの候補はたくさんいるんですよ、作品の中で。で、誰をの候補もたくさんいる。で、騙そうとする意図とか動機を含めると、組み合わせはもう本当に無数になっていくんですよね。で、この本の帯にはでっかく彼女の話は信じるなと書いてあるんですけど、この彼女っては誰なのかとか、彼女の話ってはどの話なのかとか、そもそも信じるなって誰が誰に言ってるのかとか、そういうのを結構本を作る僕としてもいろいろ仕掛けた上で作ってます。で、これ本当そういうミステリーです。なので9月1日発売のデロム・ルブリッチョ魔王の島、結構自信作なので、よろしくお願いいたします。以上でございます。はい、どうもありがとうございました。すごいな、そのプレゼンテーションというか、そのミステリーの紹介として、なんかこれ大家さん書いてるんだよ、5つくらい嘘をついてるだと、何この引きのうまさ、さすが翻訳ミステリー界の癒しというふうにあったりするんだけど、5つって後半はなんか2つとかね、僕ね、話し上書いてみて後から数えたんですよ、これって嘘だよな、これ嘘だよなっていうのを数えていくと、だいたい5本ぐらいになったっていう。ああ、なるほどね。これは、ね、読みたいですよ。もう個人的になんか、お前が一番読みたくなったっていうので。うん、ありがとうございます。あとは何？これご自宅なんですか？神保町の古本屋さんで勝手に配信してるんではなくとかいうのがありましたけど。奥が僕が作った本ですね。いや、そう、だから、ここはやっぱり文春文庫がど真ん中で一番目立つところにあるから、やっぱり素晴らしいなっていう、ね。配置を考え。の三段が、うん、僕、だからもう何分長いでやってんで、担当した本があれぐらいの数になっちゃったっていう感じですね。うん、ハードカバーの担当した本はその辺にある。その下です。ちょっと見にくい。その下、その下にあるから。うん、なるほど、ね。エッさんにおやりちゃってやったのかな。あ、僕の夜の真理もありますね。宮崎黒いのね。ありがとうございます。うん。あとは、帯のインパクトとかいうの来てますね。あとは、アレックス、そのアレックスがきっかけでこういうような作品を読むように、好むようになりましたっていうような、感想もしています。ありがとうございました。はい。大体もう3時半ですけども、まあ、もうちょっと、よろしければお付き合いいただきたいんですけれども、まあ、後半の、まあ、皆さんで、まあ、なんか、まあ、大体質問、拾いましたけども、読書会メンバーでなんかさらに聞きたいことある人とかいました？加藤さんとかあります？また。あ、すみません。まあ、皆さんの質問が、で、大体その通りだなと思うので、聞き取れておりましたが。特になさそう。そうですね。考えておいてください。小林さんは？
私もなんか 今の長嶋さんのプレゼンで私もすっかりだ騙されモードっていうかあのじゃあそれ最後には全て、なんていうどれが嘘だったか分かります読者は。分かると思います。で、あのもう一つ付け加えるならばこの機会に、結構好き嫌いが分かれる本だと思うんですよ。なので読書会にぴったりだと思います。結構ね、あのこの真相をどう見るかみたいなのって結構大きいと思う。あ、人によってすげえって狂気するか、あるいは人によってはずっと怒るかも、壁本かもしれないっていうぐらい あのギリギリのことやってるんで、読書家に完璧です。なるほど、最後の最後までうまいな。もっとかわされちゃいます今な、ご本があったら。うん、そう思いました。ではね、あともうちょっとお付き合いいただきたいっていうのはですね、あ、そうか、この前にですね、出版社一押しっていうハッシュタグでツイッターで編集者さんへの質問っていうのが募集してたら、なんか50ぐらい集まってきちゃって、もうとても全部はお答えはできないんですけれども、まあその中でちょっと面白そうなものを選んでみましたんで、まあ、各社の方ですね、全部答えるとは言いませんが、どれかを答えていただけたらななんて思ってまして、7つばかり選びました。ちょっとこれじゃないんですけど、これですね。見えますでしょうか。お見合いの席で愛読書はと聞かれたら何て答えますか。越前さん、今早川さんのが出ています。あれ、おかしいな、こっちは変わってるんですけど、じゃあもうちょっともう一回待ってください。はい。早川さん、こんなことでお見合いがどうのこうのとか言われたら困りますよね。これで出てますか？はい、出ました。出ました。正しいの出ましたね。はい。お見合いの席で愛読書はって聞かれたら何て答えますか？会社を辞めたいと思ったことはありますか？答える義務はありません。今後の野望は何ですか？ズバリ次に来るのは何々ミステリーだ。これまでで最も苦労した本、あるいは作家、あるいは翻訳者を言えるかどうかってなるけど、何ですかとかですね、我ながらすごいと思う会心の放題を教えてくださいとかですね、あとは読者の反応はどういう形で収集していますか、ネットの書き込みは見ていただけますか、昔ながらのおはがきは有効ですか、まあこういうようなあたりからなんとなく、まあ、選んでいただけたらなというふうに思います。お一人ずつ、さっきの順番に伺っていきます。角川の郡司さんから。はい、はい、どれでもいいですが何かあれば。はい、お見合いの席で愛読書はと聞かれたらですね、とりあえずダン・ブラウンと言ってみて、相手がどこまで読んでいるかを確認します。どのシリーズまでを読んでいるかを確認してみます。以上です。それでその先どうするんだろうなっていうのは気になったんだけどね。何でしょう、話が弾むか弾まないかで、ね、お見合いの流れが変わってしまうのではないだろうかと思いました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ集英社クリエイティブ内田さん。はい、一番下の読者の反応をどういう形で収集していますかという質問にお答えさせていただいてもよろしいでしょうか。はい、どうぞ。もちろんネット、SNS などの書き込みも見ておりますので、皆さん本の、面白かったでしたりとか、あと、今回のご紹介させていただきましたセレたちの迷宮は、かなりお待たせした作品でもありましたので、翻訳まだかなといったものを、すごく見ておりました。昔ながらのおはがきも、いつでもお待ちしておりますので、ぜひいただければと思います。基本的にはネットでしたりとかはがき等と皆さんの声が届く形で収集しております。以上です。はい、ありがとうございます。小学館新潮社のお二人がもういらっしゃらないんで、東京創原社、佐々木さん。はい、じゃあ会心の放題ですかね。アンドリュー・カウフマンという著者の、タイニーワイフ、小さい妻っていう現代を、放題をつけまして、銀行強盗にあって妻が縮んでしまった事件という放題にしました。うんうん、これ残念ながら今品切れになっちゃってるんですけど、うん、まあ、タイトルでインパクトがあって、たくさんの方に読んでいただいたものですね。
最近だとピーター・スワンソンの「All the Beautiful Lies」で、アリスが語らないことはっていうふうに放題をつけたんですけど、アリスってやっぱり女性の名前ですが、すごくちょっといろいろなものを想起させる名前で、アリスを絶対使いたいなと思って、なんかこうふっと浮かんだタイトルをつけたら、割と中身に合っていて、まあ、翻訳された向井先生にすごい褒めていただいて嬉しかったので、よかったなと思いました。はい、はい、ありがとうございました。ではハーパーコリンズジャパンのトランちゃんさん。はい、会心の放題と思ってたんですけど、同じのでもいいですか。そう、かぶったのでちょっと変えて、ズバリ次に来るのは何々ミステリーだで、ホラーですね。今ちょうどブラックフォン、ジョー・ヒルのブラックフォンを、20世紀の、幽霊たちを解題して出させていただいたところなんですけれども、アメリカの方でストレンジャー・スイングスとか、まあ、ブラックフォンもそうですけど、80年代の王道ホラーのリバイバルみたいなブームが来ていて、その流れが映画にも現象にも あるなっていうのを感じてます。なのでその系でのまた面白い作品が次々に出てくるのではないかと期待しているところです。はい、はい、ありがとうございます。では早川書房井本さん。はい、じゃあ今後の野望ですかね。まあ私まだ多分この中では一番若輩者というか新参者の、身なので、まあ、もっとより良いミステリーを皆さんにご紹介できるように、でそしてここにいらっしゃる皆さんに追いつけるように、頑張っていきたいというところが野望ですね。はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。なんかこう具体的な戦略みたいなのあります？あ、そうですね、私いっぱい現象読んでいっぱい企画を起こしていて、来年ようやく、来年というか、まあ、今回の我ら闇より天を見るもそうなんですけど、そろそろようやく自分で一から企画を起こしたミステリーを出していくことができるので、ちょっとご期待いただければなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。では不走者の富田さん。苦労した本という話をしようかと思うんですけれども、先ほどちょろっとうちの本で紹介した垂直の戦場っていうやつが完全版って歌ってたのは、プルーフっていうその出版前の原稿の段階でついていたエピローグが向こうで本になって出版されたらなくなっちゃっていて、でアガリエさんが非常にその話をしていた。でそれが後にペーパーバック版で復活されてしていたので、それをくっつけたっていう話だったんですけども、結構こういう例ってありまして、ハードカバーで翻訳していて、その後ペーパーバック版を使ってこう原稿のチェックをしていたらですね、なんかやたらなんか随分違うぞっていうか、その原稿が書き足されてるぞみたいなことで、全チェックちょっとしなくちゃみたいなことがあったりとかっていうことが、まあ、結構起きがちですよね、皆さんね。それでまあ一番なんか今うなずいてる人いっぱいいますよね。一番苦労した本を出すとですね、まあ、こういう本が世の中にあってですね、地図はどこへ消えたという本で、これがですね、100ページない本なんですけども、これアメリカ、うちで翻訳が翻訳の原稿が上がって、それで、その段階でもう随分アメリカで出て、しばらく経ってたので、で、作業に入りますよっていう話をしたらですね、アメリカからこのゲラを使えって言って、紙の束が送られてきて、で、それを見たら、もう我々が翻訳に使ったものと組まれているゲラが違っていて、そこにさらに赤が入っているっていう状況になっていて、一体何があったんだろうというので、なんか聞いたらですね、増刷するたびに著者が直してたっていう。しかも大きく直してて、エピソード丸々変わったりしてた。っていうもうちょっと地獄のようなことがあってですね、それで、これに関してはもうまあ、こんなね短い本当に短い本なんですけども、全チェックをして、翻訳家さんに随分直しをしてもらって、出したというので、まあこれが96ページの本にしてはもうなんかこんなに苦労したものはなかったなというんですけど、こんなに売れた本もおそらく、世の中にもう数えるしかないぐらいなので、まあ良かったかなというような、そんなことでした。
なんかこのネタは本当に喋ってもらったら各社でありそうで、なんかそれこそ本の雑誌の編集者座談会とかそういうところでやったらありそうな、いかにもありそうなネタではあるわけですけどね。また何かの機会にでもやりましょう。それでは二見書房の山本さん続きお願いします。はい、はい、じゃあちょっとあの他の方と重なっちゃうんですけど、次に来るのはっていうので、あの私はそのミステリーとかサスペンスばっかりやってたわけじゃなくて、もともとずっとロマンスをやってきて、まあ、最近ミステリーなんかも出してるので、あのやっぱりちょっと最近のそのアメリカとかの、海外の流れとして LGBTQ の、 あの本、それがその要素が入っているものが多いので、あのミステリーの中でもそういう要素が今後たくさん取り入れられてくるんじゃないかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。では文藝春秋長島さん、何が残ってんでしたっけ。いやいや、残って何でもいいんですよ別に。ちょっとやっぱ放題な話をちらっとするため、はい、実は今回の魔王の書も結構放題が気に入ってるというか好きなんですけど、なんだろう、過去にはウォッチメーカーとか、イブリン城は7回殺されるとか、スノーナレックスとか、なんだっけ、音もなく少女とか、あの割と好きなのたくさんあるんですけど、あの総じて、あの若干話はずれるかもしれないんですが、あの想定とか放題とか、あるいはその帯の文句とかが天から降ってくるかのようにふっと浮かんだものは大概うまくいく。あのそれは内容自信作っていうのもありますし、あの多分皆さん読者の方にも好評いただくことが多くて、あのいろいろひねったりとかなったり、それいろんな部署からね意見集めて丸めたりすると大概いいことは何もなくて、あのふっと降ってくるものこそが経験上ベスト、一番理想的な形っていう気はしてます。で、実は魔王の島はすごい気に入ってるのは、タイトルもそうなんですけど、この想定総画の、ベックリンという人の書いた死の島っていう絵なんですけど、これ昔から好きで、いつか想定に使ってやろうと思いながらもう20年以上経ってようやく使う機会が来たりましたんで、その本作り全体放題に限らず、多分皆さん自分のお気に入り全てがバシッと決まったとかね、あのとはきっと皆さんあるはずで、でそれ実際売れる売れ合いは別の話なんであれですけど、あのやっぱりお気に入りの形でパッケージが全て決まった時ってものすごく嬉しいものだなっていうのは常に思います。はい、ありがとうございます。あと皆さんの中で、あの今言い足りなかったこととか、さらに強く主張したいこととかってあれば、どなたでも、ありますか。あの思い出したとかですね、なんかあります。あるいはじゃあ読書会メンバーにもう一回聞いてみようか。じゃあ小林さんから、あの今の話聞いててさらに聞きたくなったこととは。いやー、なんかそのこの今の質問あったじゃないですかね、本当は50個ぐらいある中で、うん、ちょっと越前さんが意地悪系のって言って、うん、いらないやつ、うん、皆さん、うん、面白く答えていただいたので、なんか、うん、これからさらにこれ答えてもいいよとか、あとなんか富田さんがツイッターで反応されてましたよね、うん、今答えちゃって、あ、そうだそうだ。あれは何の質問だったかちょっと知りたいんですけど。あ、そうですね。いや、あの片っ端から見てるとなんかいろいろ何でしょう、言いたくなるっていうとなんか言い方が良くないですけどもなったので、あのなんか分かんないです、時間があったらば何か答えられるかもしれません。今日のあのそのツイッターで集まった40だか50だかの質問っていうのを今まとめてあってですね、後でまあ共有資料として皆さんもダウンロードできるようになってます。でそれをですね、みんなあの今日は集め編集者の方とかですねご覧になって、まあ、今後あの、まあ、ご自分の個人アカウントでも出版社のアカウントでもいいですけれども、何か気が向いた時にお答えいただくとかっていうふうに、まあ、していただけると、まあ、読者の方も、楽しみにそれをお読みになれるかと思うんで、まあ、よかったらご検討ください。ただこれに答えたのにこっちには答えないのかみたいなことを言われると困るので、まあ、その辺はあの誤解用に誤解用にお願いします。お願いいたします。そう、出版社一押しっていうね、はい、今日のあのハッシュタグをつけていただけると、あの検索しやすくなりますんで。そんな全部に答えなくても大丈夫ですので。うん、そうですよ。あの強制的にこれはとかいうふうにしませんから、今日も会社を辞めたいと思いますかだけは誰もお答えにならなかったわけです。
あといいですか、加藤さんは何か補足あります？あ、いえ、一読者としてとても面白かったので大満足ですが、はい、そうですよね、はい、こういうの初めてやってみて、まあ、まだまだ本当話は聞き足りないなという感じあるんですけどね、まあ、またこういうのもね来年とかもぜひやりたいなと思いました。畠山さん、なんか札幌読書会はもう今の話で課題を決めたとかいうふうに今チャットが入ってるんだけど、うちわのチャットが決めたんですか？今お話聞きながら他の世話人と別口でちょっと相談をしながら聞いてくれまして決めました。はい、どれ？あ、どうですか？はい、カルロス・ルイス・サフォン祭りやります。これさっきプレゼンでもあったんですけど、最初から読んでいただくのが絶対いいので、最初から読んでいただきます。で全部いっぺんに読んで来ていただくか、それとも文化として何回かに分けてやるかとかっていうのは、ちょっとこれからスケジュールとかも合わせて検討するので何とも分からないんですけれども、やります。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それからうちわのチャットで今広瀬さんから、南東京の共同世話人の広瀬さんから、南東京はメイドと秘密とホテルの下に行きたいですというのが来てるんですが、まあこれ南東京だと現代をやったりクラシックをやったり交互にやって、まあ基本的にはクラシックの時は僕が決めて、現代の時は広瀬さんが決めるんで、まあこれでほぼ 99% 課題書になると思います。ありがとうございます。はい。はい、他にも、まあ、今出てませんけどもね、いくつかの読書会、今日参加してない人も含めてですね、いくつかの読書会で課題書になる可能性がありますので、まあ、もしその説は、皆さんも、読書会世話人から連絡があったりしたら、何らかの形でご協力をよろしくお願いします。ずいぶん長くなりました。ちょっとオーバーしてしまいましたが、とても楽しい、時間でした。こういうのまたやりたいと思います。この今日の、夏の出版社一押し祭りですね、また、冬の出版社一押し祭りとか春のとかいくらでもやってもいいんですけれどもね、特にこの8月9月っていう時期は本当に各社勝負作っていうのを出してもらいいただくべきなんでね、ちょうど良かったかと思いますが、またこういうような機会がありましたら、まあ、皆様もぜひご協力をお願いします。それから視聴者の方も、まあ、ぜひまた、ご覧ください。ご意見とか感想とかあれば引き続き、ハッシュタグなどで読ませていただきます。それでは長い時間になりました。各社の編集者の方、本当お休みの日なのに、このような形で協力してくださってありがとうございました。どうもお疲れ様でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。読書会メンバーもお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、終わります。